Z33 はドイツ海軍の保有した駆逐艦である 1936A 型1940年12月22日に寄港1941年9月15日に浸水し1943年2月6日に収益した1943年9月戦艦ティルピッツ巡洋戦艦シャルンホルストなどとともに スピッツベルゲン島攻撃に参加した。12月には、シャルンホルストの JW55 バイト戦団攻撃に同行した。しかしながら、シャルンホルストは12月26日の北岬沖海戦で撃沈された。1944年もノルウェー北部に泊まり、機雷布設を行ったり、ノルウェー北部からのドイツ軍の撤退を支援したりした。 1945年2月7日にはフローラで座礁し、トロンハイムへ移行された。3月22日にトロンハイムを離れて、ドイツへ向かい、その後退役した。終戦時残存し、賠償艦として、ソビエト連邦に引き渡されることとなった。1945年11月5日付で、老農赤色海軍に編入された Z33 は、 1946年1月2日付で正式にその指揮下に入った。1月17日にはソ連軍人の指揮のもとリエパー山で航行し、そこで艦隊水雷艇共同艦として北バルト艦隊に編入された。Z33 はロストクでサゲントタービンの修理を受けた。2月13日付で艦名はプロボールヌイに改められた。この名称は機敏な 微少なという意味のロシア語の形容詞である。1949年1月12日には艦隊水雷艇に種別を改められた。また、1950年春には武装を変更され、ソ連製の広角法が搭載された。1954年11月30日付で種別を練習艦隊水雷艇に変更された。1958年3月1日には、 レニングラードで武装解除の上、死別を浮き閉社に改められた。4月3日には、名称も PKZ-149 に変更された。1961年10月27日には、ソ連海軍を除籍され、間もなく解体された。ありがとうございます。